夫人、僧の復活の件は。僧の復活を手伝うことはできるけど、あなたに協力してほしいことがあるの。おっしゃってください。尽力します。人法は完成していて、あとは黒煙を引き出すこと。ダメです、お嬢様、それでは滅びてしまいます。なら七宝、水教を探しに行って彼らに相談してもらってちょうだい。私は騙されませんよ。わかったわ。七宝、おいで。行けばあなたはきっと。長い間私についてきてくれて苦労はかけたわね。苦労だなんて。シュウヤ、黒煙を消し去れば私の体内の内胆を僧の錬成の媒体に使うことができる。この世から黒煙がなくなる。私も静かに休んで夫に会いに行くことができるわ。夫人、私。そう、怖がることはないわ。美しい景色を見てきたし、人と長く共に過ごすこともできた。この世の酸いも甘いも全てを経験した。大地を二度と黒煙に破壊させてはならない。錬成の方法が記されている。元の人法に少し修正を加えれば発動できるわ。七宝のことは、夫人、お願いね。これから激しい戦いになるかもしれないけど、準備はいい？準備はできています。夫人、どうぞ。始めましょう。我らの会議。
会議は何が違う？そうする価値はあるのか？みんな行っちゃうの？もう少し行かな？短縮将軍と一緒に残るものだと思っていました。まだたくさんの人が病気で。でも将軍は私たちを連れて行ってくれない。一緒に遊んでくれるって言ったよね。流星君は私たちを捨てた。どうしてあなたも行ってしまったの？どうせ私たちは明日まとりになるのに。あなたも僕たちを助けたくなかったんでしょ？嘘つき。あんたたちみんな、もう嘘つきだ。嘘つき、嘘つき、嘘つき。そんなことは任せたわよ。あなた、やっとまたあなたに会えるわ。そう、準備はいいか？きっと大丈夫よ。うん。なんだか夢みたい。もうすぐ体が元に戻るわ。何かやりたいことはある？一緒に聖域に行きたい。それから果物を熟成させたお酒を飲んでみたい。気をつけなきゃ、飲みすぎちゃダメよ。その前に残った黒煙の妖魔を全部始末しなきゃ。妖魔に襲撃された故郷の再建を手伝わなきゃ。今夜城外の農家のおじいさんが地面の裂け目を修復する手伝いをしなきゃ。それからしっかり生きなきゃ。
そろそろ時間よ。行きましょう。そう、あれ、なんでだろう。嬉しいはずなのに。家に帰ろう。